って直前になってね、コロナを口打つなっていう人が来てなんか半分脅されてね、ここはもうなんか選挙期間中はこれが目に入らぬかみたいなね、いい優先です、ね、で私たちこっちにが来たら休んなきゃいけない、国会議員が来たらどうぞって言ってね、どけって言われて、まあ、向こう行ったら今度は公明党やっててね、でいやもうこれはねいたちごっこだな、リレーでやるんだろうなと思って、でここを思い出してね、でかつてねここねなんかね左翼運動とあの勝ち合ったとか私たちが先だったので彼らは、こっちでやってたんです、であの人たちがここでやってたなって思い出して、それでここがいいかなって思ってあのやったら良い場所で、まあ主な雲の柱、目に見えない火の柱で導かれて、ここで伝道したんじゃないかなって。で、雨降ってきたら今度こっちもあるよってばかりにね、あの、本当に神様に導かれて、素晴らしいなって、そして大切だなってことで、またこの伝道の大切なまで思わされて、感謝でした。で、本当に今日はすごい大きな戦いだったんですけど、この5人で、力を合わせたことでね、勝利できまして、本当に来ていただいて。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、佐藤さん。はい。今頃ね、選挙の人たちが終わったというか、つまり5時まで。5時までね、終わって、通常この夏タイムにしなければ、5時からうちらが5時過ぎたから、勝てればあそこは使えたのかなっていうのはあるんですか？ただ、その時間だったらこのお二人来れなかったみたいなんで。ああ、そういうことね。ね。だからもう、まあ、本当に一番ね、トラさんも来れたから良かったんですよ。そうですね。まあ、本当に結婚名とかね、本当にいいことが必要だなと思います。あの、国連やった時も、あの、スポンサーですね、入れるんですか？そう、スポンサーなんてちょっと行けるんですか？200人は欲しいんですけど、正直、あっちは距離があるでしょ。ここ目の前でやれるから、すごいこっちの方がやりやすいんです。意外とね、そう、距離があるから、距離置かれちゃうから、なかなかね、近くに来てくれるとやっぱり、ここが嫌なことだから、だから、ちょっと、ここ邪魔だろうなと思ってたけど、あるんだよね、ちゃんとね。まあ、あっちはあっちでいいしね。結構ね、良かったと思います。主がね、まずそこに見て、雨でこっちに見せるとね、一体今雨降ってないんだね。まあ、あの、そうですね、音的にはね、なんかもうガチャ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 しちゃって、そのグループも減ってくれもありませんね。そのまあ雰囲気だけでなんかこうやってるなっていう、ただ先生のメッセージがダイレクトに伝えられて、で受け取る人がたくさんいたと思います。今日何冊かで50冊は少なくても配れたのかなと思うな。50冊、少なくても50冊、まあ、70冊ぐらい持ってきてね。そうですね、10何冊残ってるから、うん、この人数で配れたっていうね、なんかったです。はい、ありがとうございます。ちょっと自撮りにして自分で